ノキア。ノキアは、フィンランドエスポーに本社を置く、通信インフラ施設、無線技術を中心とする開発ベンダー。現 CEO は、日本法人は1989年4月設立の、ノキアジャパン株式会社、及び旧ノキアシーメンス日本法人の後ろ身である、ノキアソリューションズネットワークス合同会社、2013年9月1日に、 のきやしーメンスネットワークス株式会社より、解消。を2018年4月1日に合同会社化。現在の主要事業は、無線技術を中心とする通信インフラ設備の製造、開発であり、売上の9割を占めている。2011年までは、世界最大の携帯電話端末メーカーであった。市場占有率及び、 販売台数の両方で、1998年から2011年まで、首位を維持していたが、その後、スマートフォン戦略及び、アメリカ合衆国での市場戦略の迷走により、低落傾向に陥り、2012年第1、四半期では、サムスン電子に次ぐ2位となった。さらにこの後、iPhone 等を用した Apple や、AndroidOS 採用の新世代スマートフォン端末の台頭による、 経営危機器と大規模なレイオフを経て、2013年9月2日に、マイクロソフトが携帯電話事業の収めを発表。2014年4月25日に買収手続きが完了し、同事業はマイクロソフト社の参加に移った。2016年、マイクロソフトは携帯電話部門を、ノキア OB によるスタートアップ HMD グローバルに売却し、 現在はこの会社がノキアのブランド名を継承した携帯電話を製造・販売している。この会社へのノキアによる資本の出資などは行われていないがオフィスはノキアの本社ビル内に位置している。携帯電話の通信設備では世界第2位であり、世界第1位はスウェーデンのエリクソン GSM WCDMA 方式の携帯電話の通信設備を 携帯通信事業者向けに開発して販売している。この携帯電話の通信設備のビジネスは2006年にシーメンス、ドイツとの合弁事業としノキアシーメンスネットワークスが設立された。2013年にはノキアシーメンスを100%子会社化し、2014年4月にノキアネットワークスと社名変更された。2016年にはアルカテルルーセンと フランスを買収した。その他にも、音声電話などのアプリケーション、ISDN、ブロードバンドアクセス、モバイルラジオ、VOIP、無線 LAN、地上波デジタル放送の受信機、衛星受信機などの通信機器を生産している。近年では、IT、バーチャルリアリティ、VR カメラなど、そして、ヘルスケア関連製品のビジネスにも参入している。日本でも、 情報通信技術 ICT を使った幅広いソリューション事業を展開している。2017年には宮城県仙台市と地域産業活性化や街づくり、ドローンを使った防災などで協力する連携協定を決だ。1865年、製紙会社としてスウェーデン系フィンランド人論によりフィンランド当時は ロシアの自治大広告のタンマーフォルスに設立された。その後すぐ西のノキアの地に移り、社名をこれにちなんで、現在のノキアに改名した。一方、ゴム製品の製造会社であるフィンスカグミと、電話及び電信ケーブル製造会社であるフィンランドケーブルワークスは、フィンランド独立、1917年を持ち株によりノキア社と関わるようになった、現在でも、 ノキアの名前でゴム長靴などを製造、販売している。第二次大戦後の1960年にフィンランドケーブルワークス社内にエレクトロニクス部門ができると1967年に3社は合併し、ノキアは電気通信分野に進出することになる。1970年代に社業の中心を電気通信分野に移し、電話交換機用のデジタルスイッチを 主力製品とする。1980年代には電子計算機部門に進出し、ブランドでパーソナルコンピュータを生産した。後にこの部門はインターナショナルコンピューターズ LTD に売却され、さらに売却先は富士通シーメンスと合併し、携帯電話部門に進出した。しかし、携帯電話部門の競争は激しく、 経営は振るわず、1988年には CEO のカリカイラモが自殺した。1990年代に深刻な経営危機に陥り、それまでの多角経営を見直し、大規模な業種の再編成を行った。携帯電話、携帯電話インフラ、他の電気通信分野に業務を絞り、テレビ受像機製造やパーソナルコンピュータ部門から撤退した。 2002年は高級携帯電話部門であるバートゥーを立ち上げた。2003年から2011年まで日本でも事業を展開していた。ヨーロッパやアジア、アメリカ諸国でも事業を展開している。2004年、小規模な経営合理化を行った。これはフィンランドにおけるノキアの印象を損ねるものとなった。それに伴い、 テレビ番組での批判についての裁判を含むいくつかの訴訟が行われてる。2005年、携帯業界を二分しているクアルコムに対するんつ、方式携帯電話の特許料率紛争において、ノキアは反クアルコム陣営の筆頭になった。2006年春には、CDMA2000 方式が世界的なスケールメリットを見込めないなどという理由で、 CDMA2000 方式の携帯電話の新記事者開発中止を表明。一時、CDMA2000 方式の携帯電話を開発している三洋電機と合弁を計画したが、この話は破談となる。また、6月にハトのジョイントベンチャーであるの設立を発表。これは携帯電話の通信設備で世界第一位のエリクソン。 スウェーデンを追撃するための戦略的な合弁であると見られる。2007年4月、クアルコムとの相互特許ライセンス契約が執行した。2008年7月、クアルコムとの特許紛争について和解したことを発表した。2009年2月、クアルコムとスマートフォンの技術開発について提携することを発表した。2010年2月、 ノキアのマイモとインテルのマブリーを合体させて、新しい携帯機器を Linux プラットフォームとして、名語をインテルと開発することを発表した。これに伴いマイモの開発は終了することになった。2011年2月11日、マイクロソフトとの戦略的提携を発表し、スマートフォンの領域では、シンビアンから Windows Phone の開発に注力していくことを発表した。 2011年4月27日、ノキアは、シンビアン及び関係する社員3000人を2011年末までに、アクセンチュアに移管することを発表した。2013年7月1日、シーメンスとの合弁であるノキア・シーメンスネットワークスの、シーメンスの持ち株分50%を17億ユーロで、ノキアが買い取ることに、ノキア及び、シーメンス両社の取締役会が合意したと、 発表した。8月3日に買収は完了し、Nokia Solutions Networks と社名変更された。2013年9月2日、マイクロソフトにディバイセスセルビセス部門を37億9000万ユーロで売却すると発表。取引は2014年4月25日に完了した。加えて、地図サービスなどの各種ライセンスを16億5000万ユーロで売却。 また、ノキア CEO であった、スティーブン・イーラップは、マイクロソフトに移籍した。ネットワークインフラサービスの NSN、地図サービスのヒア、先進技術開発とライセンス部門、アドバンストテクノロジーズは、そのままノキアで継続した。2014年4月、ノキアソリューションズネットワークスをに、社名変更。2015年4月15日付で、 フランスの通信機器大手アルカテルルーセントを自家換算およそ156億ユーロ約1兆9700億円で買収し統合すると発表2016年1月同社との統合を完了した2015年8月3日事業費やを BMW、ダイムラー及びフォルクスワーゲンのドイツ自動車メーカー連合に売却すると発表した 二千十六年五月三十一日、フランスのデジタルヘルスケア企業ウィズ・イングスの買収を完了、同分野に新たに参入した。二千十八年七月、MTN グループとカスタマーマネジメント事業を提携。MTN グループというモバイル事業は主にアフリカを営業権としているが、そこはかつてアフリカ分割でフランス量が多くを占い、現在はユーロ債による 海外債務累積や欧州まで押し寄せてなお行き場がない難民で悩む地域である。MTN グループのサービスは遅くとも2016年からクロスボーダーな資金洗浄に使われているとう批判を浴びてきた。資金洗浄に関しては、ノキアとの提携後2018年8から9月、ナイジェリア当局から101億ドルを請求された。内訳は、 適切に犯罪を防がなかった罰金が81億ドルで、残りの20億ドルは税金である。全社を請求しているのはナイジェリア中央銀行である。同行はスタンダードチャータード銀行やシティグループを含む銀行団にも58.7億内ラを請求している。ここでは以前の主力事業であった携帯端末事業に関して記す。二千十一年まで。 世界の携帯電話シェアは第1位であった。その当時2位はサムスン、3位は LG。2012年にはサムスンに抜かれ、シェアは第2位となった。3位はアップル、4位はトスタ、5位が LG が、海外の映画やドラマなどでは国を問わずによく登場する。合わせて、ノキア社のサウンドロゴ、音響商標であり、同社製携帯電話の着信メロディであるノキアチューンも、 たびたび登場する。日本では2008年に日本市場から撤退したこともあり、あまり利用者の多くないノキア製携帯電話だが、独特のデザインや頑丈さ、ソフト面、ネイティブアプリを自由に追加できるハード面多くてを加えられることから愛好家からは手放せない携帯電話となっている。最近では Windows Phone に主力を注いでいることもあり、 Windows フォンシェアのほとんどを占めている。2008年2月25日には、ナノテクノロジーを使用するコンセプト、毛布が発表され、革新的な携帯電話の研究にも力を注いでいる。携帯電話の上位5社、ビッグ5の中で、他の4社は、すべて、オープンハンドセットアライアンスのアンドロイド端末の製品化を減明しているが、唯一、ノキアのみは、 製品化計画がないと表明している。しかし2013年になりこ会社のバーゥが初のアンドロイド搭載端末を投入すると発表した。ただしデバイス部門はマイクロソフトモバイルへ移行しているため OEM 提供による発売となる。1998年6月にノキア、サイン、エリクソンが出資してシンビアンを設立。その後2003年に 富士通からシンビアン OS 搭載の携帯電話をリリースして以来日本のフィーチャーフォンでも多く採用された。ノキアも例外ではなくその後スマートフォンを OS としても成長を続けていた。当時の予測では2014年でも Android とシェアを2分するほどの勢力とみなされていた。シンビアン OS 搭載機は UI に S60 を採用していた。その後ノキアがシンビアン シンビアンの買収とオープンソース化を行ったが、悪意のあるソフトウェアや、コンピュータウイルスが問題となり、開発者が離れていく原因となった。2011年頃までは主要な OS としていたが、ノキアがマイクロソフトと連携を組み Windows Phone を優先的に使用し、シンビアンから2年かけて順次移行することを発表してから徐々に機種を減らっていった。2013年夏に、 シンビアン OS 最後のスマートフォンは発売される予定である。2010年2月のモバイルワールドコングレスにおいて、インテル社が主導してきた、マブリンとノキア社が主導してきた、前もプロジェクトを統合する形で発表された、Linux ベースの携帯機器向け、オープンソースオペレーティングシステムプロジェクト。発表されてから1年で、Windows PhoneOS への移行が発表されたため、 ノキアで発売された名簿端末は前もとして発売されたもの以外では同年9月29日に発売されたの1機種だけである。2011年2月11日にマイクロソフトと連携を取ることを発表しシンビアン OS と名簿を Windows Phone が搭載されたルミアシリーズで置き換えることを発表。同年11月にはノキア発初の Windows Phone デバイスである。 ルミア800を発表。以降次々と Windows 4オン搭載デバイスをリリースしている。ノキアの本社があるフィンランドではスマートフォン OS でシェアトップを獲得しており、各デバイスは高い評価がされているものが多い。数字が大きいほどハイエンド機種となる。下記のデバイスはノキアからリリースされた Windows 4オンデバイスの一覧である。なお、バージョンは 初期出荷時のものである。店舗としては4カ所、いずれも代理店による運営形態展開していた。その他オンラインショップを設けていた。かつては東急ハンズ、新宿、新西橋、三宮にもコーナーを設けていた時期あったが、現在は閉鎖されている。なお、二千四年末までは、ノキアストア箱崎 TCAT モベルコミュニケーションズリミテッド日本支店が、 運営があったが、閉店している。2007年、当社の電池パック BL-5C のうち、当時の松下電池工業、現、パナソニック製造分において、いわゆるリチウムイオン二次電池の異常発熱問題が発覚し、日本国内でも回収対象となった、日本国内で販売された端末では、スタンダードバージョンでは、ノキア6650、ノキア7600、 ノキア6630、NTT ドコモ向け端末ではナノメートル850、イグ、J 本及びボーダフォン日本法人、発売当時向け端末では、V ナノメートル701、ボーダフォン 702NK、ボーダフォン 702NKE、ボーダフォン 804NK、並びに、ノキア E61、スタンダードバージョンの別利オプションである、GPS ユニットなどで同系版電池が、 採用されていたドコモは電池パックナノメートル01として J フォン及びボーダフォン日本法人では NMBF01 の商品コードで該当する電池を販売していた。当時、ノキアのサイト上に電池パックの裏面の下部に記載された26桁の数字とアルファベットの混合の文字列を入力し該当するとなった場合が交換対象となる自己申告制となっており、 申告者に対して、良品の交換バッテリーを順次発送し、到着次第、疑払いで、ヤマト運輸神奈川物流システム支店機付けで変装する形取った個体により25桁や27桁が記載された電池パックもあり、その場合は該当外であるため、交換対象ではなかった。2008年11月に、日本で NTT ドコモから MVNO で、 通信回線を借り受け、バートゥ・ブランドの富裕層向け携帯電話通信事業に参入すると報じられた。また、2009年初頭、ソフトバンクモバイルから発表済みのノキア N82 を売り切り次第をめどに、日本の一般向け携帯電話事業から撤退する。ちなみに、N82 と同時期にどこもソフトバンクからの発売が発表されていた。 ノキア E71 は発売されることなく、発売中止が発表された。なお、オンラインショップは、2008年12月16日17時までに、完了した注文文をもって、サイト閉鎖。相手メディアや携帯ウォッチ等によると、成田国際空港の2店舗については2008年中に、閉店209年1月時点では、成田空港サービスからの発表は、 ホームページ上では公表されていなかったが、2月になって、同社運営のオーバーシスフォーンキタウィング店と共に、店舗案内から名前が削除されていることからこの間に閉鎖したものと思われるを検討していると報じられていた。また、テレコムスクエア運営のヤエス地下街についても2008年12月31日を持って店、オーパーツショップについては、ノキアグッズ及び、 ノキア以外の商品を扱っている関係上、店舗自体は存続するが、ノキアの携帯電話端末やそのオプション関連については2008年12月27日の営業、2008年の最終営業日をもって取扱い終了を発表している。グッズについても在庫限りとしている。なお、日本での事業変更に伴い、コールセンターであるハローノキアでは、 電池パックをはじめとしたオプション商品の購入については NTT ドコモやソフトバンク向けに発売した端末用のオションと同様の商品が使える場合はドコモショップソフトバンクショップ及びドコモオンラインショップソフトバンクオンラインの利用をアナウンスしドコモソフトバンクのいずれも扱っていない商品ドコモのナノメートル850イングナノメートル 705i ナノメートル 706i の付属品で、試供品扱い、USB ケーブルやヘッドホンマイクなどが該当とされ、n t t ドコモでオプションを用意していないもの、およびソフトバンク扱いの Nokia、ok、N82 で、ソフトバンク X レイニ NK 以前の商品のオプションで対応できないものを含むについては、並行輸入業者や海外端末をネット販売しているサイトなどで購入するようアナウンスしている。 なお、そのようなサイトで購入した商品であっても、正規品で購入先証明があるものであれば、ハローノキアでの保証が適用になるケースもある。ハローノキアの営業時間は、従来は、年中無休の9時21時であったが、2009年4月より9時18時に短縮され、同年7月からは平日のみの営業に、さらに短縮された。 さらに、2011年12月1日をもって、電話サポート自体を終了し、翌日より、オンライン上での問い合わせで行う形になった。後に、オンライン上も、ハローのキアから、ハローマイクロソフに移行していたが、オンラインでのメールサポートも、2015年3月31日をもって終了された。故障等の技術的サポートは、スタンダードバージョンを含め先んじて終了している。 ドコモブラドとソフトバンクブランドは N82 を除きオペレーターとしてあらかじめサポートを終了。2009年11月、日本国内に残る R&D 部門を大幅縮小する方針が明らかになった。さらに2011年8月にはワー2も終了し、ノキアは日本の携帯端末市場から撤退する。シーメンスと合弁で行っている。 ネットワーク機器事業は日本でも続けるとしている。特にアナウンスのない端末であっても、2022年11月30日までに、技的要件が執行状態となるため、以降の日本国内での使用は違法状態となる予定。特記事項がない場合は、GSM のみの海外専用モデルであり、スタンダードバージョン、国内使用可能機種で特がない場合は、 スタンダードバージョンでのリリースは p d c 端末、バツはスプリアス問題のため2015年11月30日をもって使用できなくなる端末は当初2015年11月30日をもって使用できなくなる端末と発表されたが2015年10月22日に使用不可端末のリストから削除され 当面継続利用が可能となっている端末は、その他の理由で、使用中止がアナウンスされている端末。なお、2022年11月30日までに、日本で発売されたすべてのノキア端末が、技的執行となるため、以降の時点で、WCDMA の通信が存続している、場合はやはり、日本国内での利用にあたっては違法状態取る、見通し。バートゥー バーチュは、イギリスのノキア傘下の企業が展開する、高級携帯電話ブランドである。職人によるハンドメイドの携帯端末で、富裕層がターゲットということもあり、1台あたり、数十万から数百万と非常に高価である。端末は貴金属、高性能金属、サファイアクリスタル、宝石、奇跡、天然革などを使って作られており、端末によっては職人、 一人一人の刻印もされている。その他の特徴として、コンシェルジュサービスと言われるサービスがあり、レストランや航空券、クラシックコンサート等の予約や、それらの情報提供を受け取ることができる。2009年2月より、日本でも銀座の機関店や日本橋三越で販売化開始され、NTT ドコモの回線を利用した MVNO での コンシェルジュサービスが2009年9月より開始された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。